よし、じゃあやっていきましょう。任天堂スイッチ版のシャドウコリドー影の回廊をやっていきたいと思います。ということで、今回はバージョン 1.10 ということで、なんとあの新マップ外縁が追加されました。来てる来てますね、まっさらで、これはね、まあ、どういう開放条件かというと、この肥大化した像を、まあ、初心者でも挑戦者でもいいんでクリアすると、このね外縁が解放されるということなんで、多分ほとんどの人が、まあ、解放されてるんじゃないかなっていう、まあ、自分もね今本当にアップデートしたばっかりなんで、まあ、こういう風に外縁がね、まあ、追加されてますと。でカスタムゲームの方にもなんとこういう風にね外縁が選べるようになってますまあ回廊系なんでね自由にできますよということで、じゃあまずはもう早速やってみますか。ここら辺はもう大いに使っちゃいましょう。ということで、もう早速やっていきたいと思います。でね、まあ皆さん、あのプレミア公開で見た初心者モードはやったことあると思うんですけど、今回はね改めて挑戦者をやっていきたいと思います。では行きましょう。 GO!始まりましたねこれが製品版の外縁と、まあでも皆さん見ましたよねっていう、あちょっと感度下げよう、タイマーいいや今回ゆっくりやりたいんで、でこっちに爆竹と、まあ、ここら辺はね、あの初心者モードと同じなんで、で、まあね、あの公開されたんでいろいろね、多分言えることが増えてると思うんですけど、まずここ、ここの鏡で飛ぶとね、ステージの、まあ、ランダムなところにね飛ばされちゃうんですよ。なので、自分がまあ、好きなところから始めたくても始めらんないと、すごいランダム要素が高いですよっていうまあとりあえず飛んでみたいと思います。でしかも初心者モードじゃないからどこに飛ばされたか分かんないと、ゴールに近いのか遠いのか、しかもこっからもしかしたらスタート地点に戻っていくのかもしれないんでね。あ、なんかこれ見たことあるような気がする。で、ちょっとまだ重いな。で、ロッカー。まあ、ロッカーじゃなくて氷なんだけど。なんかこれ見たことあるような気がするな。ここは確か。あ、ここあれだ。ここがもしかして、お、あー、ここあれだ、見てください、ここ多分来たっけ初心者モードで来てないですよね。ただ自分はめちゃくちゃねプレイさせてもらったんで、ここすごい見覚えになるところなんですけど、まあ、ちょっと行ってみましょうか。行きましょうということで、怖い、さらば、ドン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 、まあこういう風にね落ちることができるんで、
で、ここに来ると。いいでしょ、ここもいいよね。で、こっちの方が見やすいかな。結構ね、外縁は、まあ、白間さん曰くね、旧、かげろうみたいに、暗く作ってるんで、まあ、ここはね、まだ外だからちょっと明るいけど、地下とかはね、やっぱ懐中電灯をね、使った方がいいですね。で、コンパスが欲しいねっていう。もう早速コンパスが欲しい。ちょっともう一回。てか、カグラスーさんを出しちゃったねって。ここいいよね。ここでちょっとなんか検証したいっていう。で、ちょっと行こうか。来た、コンパスあった。結構いいかも、ここ。ということで、今どこだ？こっちか。あー、もしかして、意外と近いところに来ちゃったのかもしれない。まあ、とりあえず、マガタも1個取ったんで、どんどん行っちゃいましょう。まあ、あんまり急がないかな。初心者モードみたいに、あんまり走らないで、まあ、いろいろね、見ていきたいと思いますっていう。走るのは、もしかしたら、シラとか。シラの難易度もあるんで、来た！聞きました？皆さん。聞きました？なんとね、挑戦者、外縁の挑戦者に、継承の徘徊者がいます。バレたかもしんない。まあ、とりあえず、一旦、このままゴールに行っちゃい。やめて。出しちゃったね。これはさすがにきついよ。あー、そっち行きたいんだけどな。カーンと。覚えておいてくださいね。継承の徘徊者が挑戦者で出てきます。またこっち行こうか。これ何かないね。ちょっと暗いけど、こっち行っちゃいましょう。あ、これ鍵欲しいね。まだね、挑戦者モードだから、そんなにメンチのダメージはきつくないけど、こういう風にね、うねうね。うねうねがいるんで。で、ここ、鍵あるじゃん。いつの間に2個。いつの間に2個取ったっていう。で、ここね、一旦これは、ちょっとダメージやばいから、こうしとこうか。ただ敵は来るかもしんないね。まあ、とりあえずすぐそこにね、マガタマがあるんで、長い。あ、来なかったね。よかった。あ、鏡ある。で、コートンで、ここ、確かね、初心者モードで、チラッとね、第1回目かな？その1で見たと思うんですけど、まあ、ここ入らなかったじゃないですか。ここはね、固く閉ざされてて、この上から入っちゃうと、まあ、自力で、まあ、天候の面とか、金メダルぐらいでしか破壊できないと。あと、ま、徘徊者に開けてもらうっていう方法もあるけど、まあ、鏡で逃げるしかないと。まあ、行っちゃいます。あ、泣き穴さんのとこだ。これ確か見覚えのあるとこだね。ちょっと撮ってみたいけど、まずどういうところなんだっていう。
その前にアイテム回収。よいしょと。はい、ごめんなさい。泣きおなさんがいるっていうことは、まがたまがあると。多分ね。あ、上か。あそこか。わかりました。この上なんで、あ、鍵ある。結構いいぞ。コート。一旦、ここに、ここに来てもらいます。でね、これ爆竹。実はね、爆竹のね、挙動もね、少し変わってます。どう変わってるかっていうと、結構、前は爆竹めちゃめちゃ飛んでたじゃないですか。真っ暗。それがあんまりね飛ばなくなりました。あんまり飛ばないっていうよりも、本当に自分が置きたいところに爆竹をまあ飛ばすことができると。もちろん遠くに投げることもできるんだけど、前みたいにねビョーンって飛んでったりはしないと。で、こっちだね。ちょっとね、あともう一個だけ、自分がね、まあ見てほしいようなところが一個だけあるんだけど、いけるかな？こっちだから。で、そろそろ移動した。まずは勾玉取ろう。ちょっとよそ見してましたで、ここに勾玉があって、まあ移動してもらったと。走りまだ入るかしらないねびっくりしました。3つ取ると地震が鳴ったりはしませんよっていうここ地震になったらさ、普通に倒壊すると思うんだよね。霊魂だから大丈夫みたいな。あ、で、あー、鈴か。で、こっちっぽいんで、ちょっと切るかな。ここ、こっち行きましょう。こっち行こう。で、暗いからハンドライト使いたいと思います。あ、いいね。あ、外見えるね。あ、あれだ。これはまさに初心者モードのその3で通ったところかな。ああ、なるほど、あそこかな。あ、やっぱそうだね、あそこだ。で、下にも降りることができる。前回降りなかったからね。で、こっちかと。で、ミニマップが欲しいなやっぱりミニマップが欲しい。いくらコンパスがあるとはいえ、すげえ複雑なんでね。あ、あー、これは欲しい。水車欲しいね。お、いいね、カメラ。結構アイテムがあると。で、ここじゃないか。うい。多分、ここね、壁っぽいんで、ちょっと自分が行きたいところ、行けるかな、探せるかなっていう、思いがある。まずは一旦クリアしてもいいんだけど、ただ、サクッとね、クリアすると面白くない。だからなんかこういう風にいろいろね、時間稼いでるところもあるんですけど、多分自分がいろいろやってて、まあ普通に、まあ早くて5分10分でクリアできちゃうっていうのもあるんだけど、まあちょっといろんなとこ行ってみよう、マジで。あ、
やっぱり走ると泣き女さんがいるかもしれないからね。で、暗いからやっぱ懐中電灯は必要。地下はやばいね。あ、また面中。あ、ここあれかな、ここら辺に勾玉もう一個あるかな。ここもなんか初心者モードで来たかな。てか全然いないねおじいちゃんいたけどっていう。ここにロッカーがあると。あ、鍵か。鍵欲しいね。長靴はないと。あ、これあるんだったらこんな感じにしよう。自分もね、全部把握してるわけじゃないんで、どこがね、どこだか結構わからなくなる時があると。あとね、めっちゃ走ればもちろんね、早く攻略はできるんだけど、あ、ここ、あ、やっぱりここちょっと面白いとこだから行こう。ここね、ちょっと面白いちょっとしたギミックで、見てください、ここ細いところ渡って来ないでね、来ないでね、ほんと来ないでね。あ、いるいるいるなんかいるね。で、見てください、この下、この穴、穴に落ちると。ここのこの地下の地面からここの穴に落ちることは高さ的に無理で、さっきみたいにあの鍵を開けてこの細い板を通っていかないとこの穴に落ちれないと。じゃあ行きましょう。スイで、何もない、まさになんつったらいいんだろう、小部屋に来てしまいました。で、これで4つ目で、また閉じ込められちゃったんで、ここは本当に自力で帰ることはできないんで、鏡を使って帰るしかないと。じゃあ行きましょう。おう、どこだ、これつけよう。どこだろうな、なんとなく予想はあるんだけど、やっぱちゃんと見てみないことにわかんない。で、なんかもうこっちなのかこっちなのか全然わかんない。うわっ、ビビったー。どっちだ、こっちか。あ、日暮らしが泣いてるっていうことは外側だから、ちょっと多分ね、これマップの右、東の方向に来てるっぽい。なので、このままちょっと、いろいろ行ってみよう。あ、これも欲しいけど、いらないか。あんまりね、水に。よっと、入らない。あ、でももうなんだかんだで20分ぐらいやっちゃってるんで、もうそろそろ、ゴールを目指したいと思います。で、もし自分がね、見てもらいたいところ、もう一個あるんですけど、そこを通る。そこをまあ見つけられなかったら、まあ動画外で、まあ、攻略した後にね行って、あー、あの大穴だ、これ東の方向にあるわ。あ、これあれか、これ初心者モードだったら、まあ西の方向にあったんですけど、まあもちろんランダムマップなんでね、挑戦者以上はランダムのマップなんで、いや、降りたらやばいね、今ダメージがやばいなんで、まあこういう大穴とかも配置が全然違ってると。で、こっちで確か勾玉あったよねっていう。ちょ
ちょっと明るいから。オッケー。でこっちがゴールっぽいんで、もう勾玉取ったら、まあちょっとゴールに行って、ああ、いる！見て見て見て。ああいう風に遠くで、継承の徘徊者がいるのが見えるねっていう。やばい。いる？多分ね、これ。おじいちゃんかな？あ、あそこになったね。マガタマ。あっちからちょっとぐるっていこう。いいな、こう。遠くから、こう回っていくことができるっていうね。ちゃんと見えるっていうの。なんつったらいいんだろうね。これは消そう。よかったね。象が出てこなくてよかったねっていう。あ、これはあれかな、継承のおじいちゃんだったかな。じゃあこれで行きましょう。これちゃんと案内してくれるのかっていう。複雑だったらやっぱこうやって、まあ、小さな鈴、猫の鈴を使って行くことができると。小さな鈴を使って行った方がすげえ楽と。で、見ました。ということで、なんと外縁の、あ、ちょっと待って。ということで、まあ、外縁の、まあ、挑戦者ですよ。挑戦者の難易度で、継承の徘徊者と、千里眼。あと、もしかしたらね、ちょっと、ああ、歩き回る泣き物さんいましたね。で、あっちでもいる。やばい、いる？ここにいる？ああ、俺が来たいところに。で、かぐらすーさんもいて、多分ね、走り回る徘徊者もいるはず。やばい。あー、で、走り回る徘徊者いたね。間違った。で、行こう。あ、こっちじゃない。あ、こっちでもない。あ、鈴ある。一旦これ、もう一回使ってみよう。こっちと。ありがとうございます。どっちかな？結構まだ遠かったりして、ということで、まあ、挑戦者のね、難易度で千里眼、継承の徘徊者、走り回る徘徊者、神楽鈴、歩き回る泣き女さんで、多分忍び寄る徘徊者もいます。変更がされてなければ。
なので多分ね最高の難易度です。岩塩は来たということで、ここが初心者モードでもったいつけたここで終わりっていうね。もったいつけた終わり方で終わったんですけど、この後普通に行ってみたいと思います。でボンミスしないように、ということでここはゴールと。うわ綺麗、超綺麗、見て綺麗じゃないですか。うわーすげえ、ここで終わるなんて。で鏡と。で俺ちょっと気になってんのが、これ何、この岩っぽいの何、乗れる乗れる乗れない、すごい綺麗でしょ。うわーすげえ綺麗で、あそこ山見えるっていう。はい、というわけでね、とりあえずもう行っちゃいましょう。はい、達成の証のこけし探知が解放されました。クリアタイム23分46秒32ということで、まあ外縁はね、どこのストーリーとも、まあ繋がってないのかわかんないんですけど、まあ一旦はタイトルに戻りたいと思います。はい、というわけでね、今回これで終わりたいと思います。で、この後、ちょっと自分が見せたかった場所っていうのがあって、まあ、ちょっとそれ見つけるの時間かかりそうなんで、まあ、初心者モードで行って場所だけね、この後動画でつけたいと思います。で、まずはこの解放された達成の証のこの、こけし探知と解放条件外縁を挑戦者以上でクリアするっていう、なので初心者モードで外縁をねクリアしても、このこけし探知はね増えないんで、とか注意してくださいと。ということで次回はこのねこけし探知を使用してどんな能力があるのか、まあ多分皆さん予想つくと思うんですけど、この後もしかしたらすぐ動画2本目出すと思うんで、そちらをねご覧になってみてください。ということで今回はねこれで終わりたいと思います。次回、次の日かな、次の日は多分ね外縁のシラモードをやっていきたいと思います。では、ここがさっきのあれだね、こっからだといけないと、鍵を開けていくしかないと。見てください。なんとちゃんとね外縁にも光石部屋があります。まあこれだけなんですけど、やっぱね回廊系の全部のステージにマップに光石部屋がなぜか用意されてると。まあヒントは左下のミニマップを頼りに皆さんもね探してみてください。では